放送室。こっからの上がりが恥ずかしいですね。この辺はもういいんですよ、ね、そうそういいよ、ここはいいよ、ここなんですよ、こっからのこれがね。さあということでアルコ&ピースの平子です。坂井デートお願いします。お願いします。さあこちらはしくじり学園の放送室からお送りいたします校内放送でございます、うん、毎回面白いのに一癖ある芸人さんをお呼びしその本性に迫る23分間ノーカットの一発勝負でお送りする放課後秘密の校内放送となっております。坂井、はい、さんちょっと画面見て俺らの、なんか今日さ、うん、ビーチボーイズみたいじゃない？え、どっちになります？俺、今日は俺ソリじゃない？ああ、ソリか。ちょっとね、で、タケじゃない？俺タケ、うん、え、俺タケいいの？いや、でこの感じはタケじゃない？ああ、そっか。何言ってんだよ。うわ、やりてぇ、マジで。ビーチボーイズになりてぇ。かっこいいわ。すごい腕時計さ、海の中ね。ヒロミが投げんだよな。投げちゃうんだよ。広瀬かわいい。かわいかったな。マジでかわいかった。あの時の稲森泉さんのお姉さん感、素敵だったよね。素敵だったよね。いやビーチボーイズいいな。今ビーチボーイズ再放送あんましないのかな。確かに前してましたけどね、結構ねえ。なんか誰かあったっけ。ないよね。そっか、貯めてんのかな。そうだ、貯めて貯めて、あと5年後ぐらいにまたパーンってやって、うわあれ若手の俳優でなんかねリメイクされたら冷めるわ。あ、ね、あの二人じゃないとやっぱダメですからね。じゃないと無理なんだよね。 あのオープニングのさ歌の後さ、あのビーチのとこにさ葉っぱとかでさビーチボーイズって空撮でとかやつあるんで、ね、SOS みたいなの作るやつね。かっこいいんだよね。かっこいいんだよな、皆さんビーチボーイズの思い出は何ですか。さあそれでは早速今回のクセありゲストを紹介したいと思います。今回のゲストを紐解くしくじりキーワードはこちら。アルコ&ピースの後継者候補ナンバーワン、いたいます、さあ一体どういうことなんでしょうか。今回のゲストこちらの方々です。あ、どうも太田プロ、もしもしです。お願いします。お願いします。もう人数と性別が違ってるから、ね、それは違うですよ。いやもうやそこじゃないですから。別にプロフィール結成4年目なんですか。そうですね、4年ですね。はいはいはい、早稲田大学のお笑いサークルに所属していた3人でコンビを結成、はい、うん、お笑い研究部に出演してくれた奥森さつきちゃん、推薦芸人。あ、なんか見たいですね。ですね。なんかお会いしたことはないんですよ。あ、なんかで見てくれて。なんかライブとかで見てなんですかね。なんか嬉しいです。我々3人とも初めましてですよね。だそう、そこなんですよ。そこ？いや、なんかさっきのね、ちょっと2組とはなんかもうお知り合いですみたいな、なんか良さげで、はいはいはい、僕たちも会ってますし、ご挨拶もしてるんです。月笑って太田プロのライブあるじゃないですか。 あそこでなんか若手紹介コーナーみたいな、ネタとネタの G1 と G2 の間にある時に、はいはい、本当その自粛前です、はい、自粛前の最後の月笑で、はい、アルピーさん MC で土田さんもその時ゲストでいらっしゃった時のおすすめ芸人として僕たちネタやりましたし、はい、あとその後その太田プロのよくわかんない自粛中にやってた月笑チャンネルっていう、はい、YouTube チャンネルでなんかディスタンスネタ、こういう情勢でもできる、ね、距離を取ってやれるネタみたいなのでも野呂佳代さんと MC やってる時に、はい、僕たちその目の前でネタだ2回ぐらいネタやって、そうだ、嘘、はい、アボル1号と対決させられました、はい、えー、いましたいましたいました。だからそのなんかちょっと前にナゴンさんの回あったじゃないですか、うん、はい、その時もなんか最近もなんか売れてる後輩とか出てる後輩いないの、うんうんうん、でみゆきさんが、ま、もしもしとかですかね、うん、って言った時もなんか、おう、うん、知らないな、もしもし、もしもしみたいなテンションできて、あ、そう、なんかもう本当に俺たち太田プロだったかなみたいな、あ、そう、はい、で今これちょっと待ってこれもなんです、なんか酒井さんがあ、そうみたいな、知らないなみたいな感じ出してるじゃないですか、うん、なんか一回ラジオで、うん、酒井さんとそれ奥森ちゃん、うん、がなんかラジオで喋る、うん、なんか会があったらしい、うん、その時に奥森さつきちゃんがもしもし太田プロのおすすめでもしもし言った時に、うん、その時はなんか酒井さん、あーもしもしね、聞くわ最近なんか出てるみたいだよねって、うん、
その時は知ってたらしくて、なんか媒体によって知らん後輩を知ってる知らん、なんか映像だと俺たちをおすすめできないのかなみたいな。知ってたの。いや知らないな。いやおかしいってラジオだと知ってるって言ってたのに。自分の事務所の女がいるトリオを知ってるっていうのが恥ずかしいんですかね。いやずるいっす。その俺が知ってるのはこの3人中あの後ろシティの金子だけだからさ。違うんです。僕アスワさんって言われたこともあります。似てるね。一人後ろシティが解散して一つまた一つになって。なんでもっと知ってもらおうって。なるほど。そうということで、同じオタクなのにもしもしのことを我々が全く知らないということで、3人の個人のプロフィール深掘りしていきたいと思うんですが、お願いします。はい、なんかあります。まあ、3人の学生時代からやった早稲田さん、ね、早稲田の笑いサークルスだって今時もう珍しくないからな。ね、もうちょっとね、そうですね、高学歴芸人が、そうですね、まあ、花子の岡部さんとかがいたサークルなんですけど、おーおーとしか俺らは言わない。おかめって。そうなんですよね。確かにそうなんです。そうなんです、そうなんです。またこの座組がねなかなかないし、トリオでね、男女で、はい、いやその男女トリオが、うん、僕たち組み立ての頃が珍しいねみたいな、うん、いいじゃんみたいな、うん、言われたんですけど、それこそパーティーちゃん出てくるわ、なんか男女トリオどんどん増えてきて、なんかかすむかすむみたいな、だからさっきね、さっきの収録でパーティーちゃん絡んだけども、はい、パーティーちゃん後になっちゃうと、なんかこのそれぞれの子っていうのがまず最初の1段階目で見えてこないっていうか、確かに分かりやすい、どういう人たちなのかっていうのが、いやそうなんです、その悩みなんです、はあ、話したんですトリオで、うん、その結果僕たちは、うん、自分のことを表現するのが恥ずかしいっていうところに達しまして、だから俺たちコントもやってるんだろうみたいな、毎回ちょっと臭い演技とかだいぶ自分からかけ離れた演技をして、はい、ちょっとごまかしてるみたいなところはあって、うんうんうん、なんかそこなんですよ。君の声はお腹がいっぱいになるね。ちょっとしつこさがくどい、くどいのまとわり、まとわりついてくる。嫌なの。ごめんなさい。もうそういうところをどんどんでも広げてほしいな。そういうことなんだ。はい、そうなんです。なんか目標にしてる芸人さんとか憧れてる人はいるんですか。ああ、でもそれこそな。私はロバートさんとかジェラードンさんとかみたいな、ああいうバカコントトリオみたいなのが好きなんで、目指していきたいですね。他は？意見。僕もやっぱりバカポン、バカコント。バカポン。バカボンって言わないですよ今。憧れの芸人で。バカポンって言ってじゃん。言った。言ってないです。バカボンとされてない。バカポンって言ってない。バカポンって言ってた。なんかあれ珍しい柑橘系のやつ。デコポンって言ってた。違います。でもジャンポケさんとか好きです。あバカコントでは大げさな、うん、はい、好きです。マグロ？僕はシソンヌさんとか。絶妙に足並み揃ってない感じするね。そうですね。あとなんかそのなんかめっちゃ緊張してるんです今日、バカポンって言っちゃうぐらいなんですけど、本当は言ってほしいです今のも、なんかジャンポケさんですかねとか言ってるんですけど、いやアルピーさんのことめっちゃ好きなんです。えそうなの。もちろん そういうんじゃない、うん、もういいんです。別にこういうことになりたくないんです。僕はなんで僕はもう こうでいいんです。ここ見てればいいです。あもう画面としてそうです。なんでなんでそんなにいないこの世代で RP さん好きですっていう人。いやでもどういう理由で。ラジオです。あラジオが好きなんだ。でもこのラジオが好きっていう話をこういうメディアとかでしたときに、うん、RP さんが嫌な反応するっていうのを僕は知ってます。いやいやいやそんなことないよ。そんなことないよ。知ってます。嫌なんですか。いやいや全然嫌じゃない。嬉しい嬉しい。一回そのさっき月わらで共演したって言ったじゃないですか、うん、若手コーナーで出た時にちょろっと、うん、僕 RP さんのラジオすごい聞くんですみたいな話をした時に、あんまこういう場でラジオの話しないで恥ずかしいし、みたいな、まあ、ボケというかボケみたいな感じをもう全部真に受けちゃって、あーごめん多分だけど土田さんの手前そんな感じでやったんですよ。それは本当に後悔してます。いやいやそんな、あそうなんもうじゃあ芸人ラジオがもともと好きで、いやもう本当に入りがある P さんでした。はい、だからなんかもっと
伝えてほしいというか僕たちからしたら、うん、せっかくアルピーさんと一緒なのに、うん、なんかそのすっごい緊張して、うん、自分の気持ちも表現できてないし、うん、なんか楽屋でもずっと緊張してて、うん、だもっと僕たちはもっと言ってほしいんですよ、うん、せっかくアルピーさんと一緒なんだよって、うん、いやでももし今日、うん、あの失敗この、ね、収録が失敗したら、うん、もう今日が嫌な思い出になっちゃうじゃないですか。なんで俺ら後輩の失敗大好きだよ。なんかやだなそうね。でもそれも愛ってことは知ってますよ。全部知られてますよ。どっちにもいけねえじゃねえかよ。失敗したら聞けなくなっちゃうかもとか言って、うん、ラジオこれ以上聞けなくなるかもみたいな。じゃあ例えば芸人としてはジャンポケが好きなんだ、はい、そうです。でラジオとして俺らが好き、そうです。そのだからネタはイマイチ、そうネタとか、そういうこと言ってるんじゃないです。どういうこと、どういうことかってのは僕が聞きたいです。この好きな気持ち。芸人として見てないみたいなね。なんかラジオの人らしいんですよ。あで太田の先輩後輩、うん、可愛がってくださいよ、うん、とかじゃないですか、うんうん、あもう距離もそんな近づきたくないんだ。そこじゃないの。だから酒井軍団入れてくださいとかではないんだ、はい、もうないです。ハッシーハッピーですら僕怖いですもん。酒井軍団のハッシーハッピー、ね、右腕と言われるね。、うん、あそうなんだ。一番だからやりたいこととかない、うん、ないよ。そのせっかく一緒だから、うん、聞きたいこととかやりたいこととか、うん、声がうるせえなおめえの声は。お前の声は油、あの焼肉で油が飛んでくるタイプの声。重いな、なんか重いんだよ。そういうのじゃないんですよ。ないごめんごめん。なやりたいこととかなんか、ね、いやなんか本当にただただ幸せにフルーツバスケットとかがしたいって僕は。俺らと、はい、フルーツバスケットしたい、はい、なんかなんでなのって聞いたら、うんうんうん、なんかアルピーさんお二人に、うん、とにかく笑顔になってほしいらしくて、フルーツバスケットで、バスケットで、はい、ただただそのお笑いとかを考えず、うん、ただただ純粋に何かを笑顔でやっててほしいらしいです、うん、はあ、やってみようか。フルーツバスケット、フルーツバスケット、そうフルーツバスケットってね、みんな知ってるけど誰もルール知らないやつだと思うんだよね。座って何回だっけ、座ってフルーツの名前言って、うん、そのフルーツの人が席入れ替えて、うん、その間に席入れ替わるってやつ。死ぬほど説明下手だな。やるかやってみれば分かるか。ところで、ね、椅子持ってった方がいい。フルーツバスケット、マスクしなきゃダメだって。あ、マスクね。マスク持ってる、はい、あ持ってる、持ってるね。どこだっけ、フルーツバスケットって。まあ俺でもバスケットじゃない、オリジナルでいっか、はい、やってみよう、うん、椅子が1個ないっぽい、すいません、はい、あ、そっかそっか、すいません、はい、俺らが楽しくやれれば夢が叶うんだ。そうです。じゃあ叶えてあげようじゃ、うん、すいませんな、うん、リンゴ、何何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 第2ターン、まあ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 、バナナ。バナナ、オレンジ。ちょっともうやめたいです。夢叶ったな。待って、夢叶ってないな、なんか違うんだよな。笑顔じゃなかったもん絶対。なんでこういうフルーツ変態を見せつける。違います。こんなつもりじゃなかったんです。ルールがちょっと、ちょっとわかんない。わかんないです。全部絶妙な果物だったし。ね、いや代表でしょ。リンゴ、バナナ、オレンジ。なんだったんですか。ちょっともう盛り上がってみる。もう俺らのオリジナルで何でもいいから、はい、もう盛り上がって。立ち上がっちゃったりして。シャーチャーフルーツバスケット。投げねえぞ、絶対投げねえぞ。なし、じゃあ俺が今なしって言おうとしたんだよ。おい、楽しい。なんか分かんなくなってきちゃった。何これ、なんな
何これ。やりたかったって。やりたかったもんこれだもんね、はい、でもこれだったら別に帰ってもまだラジオ聞けます。聞ける。やったったぞ感はまだある、ね。いや、あの嫌な思い出にはなってないです。俺鬼になるわ、よくわかんないです。あ、うん、鬼だったなんだよ。いけすいません、その可能性あります、はい、確かに。ね、あ、緑のあ、緑のかな、緑のかな、ちょっと待って、やばいやばいやばい、メロン。あ、あ、あ、あーつーか、おー、もうどうで、オッケー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 。でもなんかいいかもしれない、楽しんでくれてる。緑続きます、キウイ。キウイ、マジか、マジかよ。いいです、いいです。マジ OK。サードインパクトにかけます。サードインパクトにかけます。やばい、やばい、サードインパクト。やばい。日本の冬の代名詞。やばい、やばい、やばい。みかんいっちゃおう。待って、強すぎるよ。え？何これ？こんな強いことある？何これ？まだまだですね。まだまだか。楽しそう。マジか。ラストいきます、ラストいきます、ラストいかしてください。南国の王様。あ、これ来るんじゃない、これ来るよ。南国の王様、マグロやばい、これ来るよ。キウイ。あ、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 キウイだ、キウイだ、キウイだな。オッケー、リスペクトチェンジ。リスペクトチェンジ。なんか、なになになに、どうしたこれ、なんで、待って、なんで全員、なに、だからどっちかだよね、俺らが悪いのかフロアが悪いのか。これ今俺戻ります、一回戻ろうか、一回戻ろう、一回戻ろう。これ全部ちゃんと流れるんだからね、これ、うん、23分しかない、なんでノーカットなんすか。おかしい、やっぱこれ事務所全体で舐められますよ。いやいやいや、これフロアのせいにしよう。フロアのせい、意見はいいの、これで満足なの。ちょっと手紙書いてきたんで読んでもいいですか。フルーツバスケットの後の手紙は多分だけど世界初だと思います。いいですか。あ、はいはいはい、うん、あ、俺らに、はい、時間ないからね、すいません、失礼します。アルコ&ピース平子祐希様、酒井健太様、本日は我々のために貴重なお時間を割いていただき誠にありがとうございます。アルコ&ピースのお二人と面と向かってお話しさせていただけること、一リスナーとして奇跡だと感じています。本当に幸せです、ありがとうございます。さて、先日この収録の打ち合わせをスタッフさんとさせていただきました。アルコ&ピースさんのどこが好きかと聞かれた時、僕は数十秒にわたり黙ってしまいました。10年近くラジオを聞いてきたはずなのに、いざ聞かれるとわからなくなるのです。あまりにも言葉が出てこなくて悔しくて泣きそうになりました。一方で、理由なんてどうでもいいだろ、好きなんだからしょうがねえだろと切れそうにもなりました。今でも正直何が好きか答えは見つかっていません、ごめんなさい。ただわかんないけどなんか好きなんです、これが全てなんです。なんで食らってんの、わかんないけどなんか好きでどうしようもないのです。僕とアルコ&ピース、僕たちの関係は長年連れ添った夫婦だと思っています。好きなところを10個あげてと言われても今さら答えられません。でも大好きです。好きに理由はいりません、ただただ好きで仕方がないのです。長生きしてください、僕よりも後に天国へ旅立ってください。最後までまとまらず本当にごめんなさい。太田プロの先輩後輩ではなく夫婦としてあなたの活躍を楽しみにしています。そしてこれからも一生わかんないけどなんか好きでいさせてください。何卒、出た、何卒で、行け。いや、平子さん食らいすぎじゃない、池の手紙。いや、あのずっとフルーツバスケットの反省してた。聞いてよ。そうですよ。
正解で読んでたのに久々に頭真っ白になったな何も正解じゃなかったからあの日手ブルブルでしたよなんで聞いてくれないっすかいやいやありがとうございますこれからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございますそうなんだそうなんだ初めてだなまだ2分も余ってんじゃないコーナーというコーナー僕たち一切やってないんですけど、ね、バスケットしかやってない、ねはい、でもしょうがないもんだってもう、うん、しょうがないもうネットもやる一応あったんだ一応はいあ一回やるすぐはい、はい、やりますネタをちょっとね、はい、そうね我々知っておかないと池がキモいキャラのネタが昔ありまして、うん、それをせっかくなんで今やってないんですけど持ってきたんですよ、うん、なるほど勝利して勝てないかなと思っちゃってて封印してるみたいな感じですねじゃあ平子さんにそれ判定してもらおうかそうです、はい、なるほど、はい、今後続けてもいい、はい、お願いします、うん、そっか賞レースでねすぐもう勝っていかなきゃいけないもんね、はい、一応僕女の子っていう感じですね、うん、はい、うんはい、さっきから下見せじゃないですかでセーラー服っていう感じです、はい、すいませんよろしくお願いしますはあ大好きなケンジ君に振られて雨まで降ってきたもう最悪雨に振られて男に振られるふぅーこじゃれた青春じゃんちょっと他人の池田先生どうしてここにお前の恋を応援したくてね応援私の恋はもう終わったんです恋に終わりはない止まない雨はないあいつ絶対ジャンポケの方が好きだろ滴る雨とお前の涙ジャンポケに手紙かけよこれらを集めて集めて混ぜて混ぜて出来上がるのが恋する乙女の涙汁いざおいしくねもう先生には解決できない問題ですから大丈夫今日はお前のためにある助っ人を呼んでる助っ人若気のイタリーマスカルポーネ包んであげるはボロネーゼ恋は儚しとろけるチーズ牛のお乳を固めてできたあ極上の一品よ変なやつ増えたデュレリデュレデュレデュレリデュレデュレ雨に打たれし高校教師いざご賞味あれ極上チーズフォンデュうんドミノにピザーラピザハットどれを取っても叶いはしないいやナポリーの釜はーい帰れいやちょうど23分終わりましたはい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 なんか思ってた感じと違う、うん、違ったおガラッと変わった印象が最近はこういうのじゃなく、うん、普通にちょっと変なコントなんですけど最初はこういうキモキャラみたいなのでも賞レースでちょっと勝てないかなと思ってなるほどね封じてたね最近はいはいはいでもやっぱりアルピーさんが大好きです本当ちゃんぽけさんどっちが好きなの本当にアルピーさんです本当にジャンポケさんそれでは、はい、平子さん判定していただきましょうか、はい、封印なのか継続なのか、はい、判定お願いいたしますいや継続でいいんじゃないですか、 確かにただですよ100人中100人思うと思うんですけど女子高生役アキちゃんやればいいのになっていうなんでそこでちょっと入り組んだ感じに、あこれもそうなんですもうなんか話す長くなるんですよねいやそこに関して俺説明はいらないけどでもねなんかこの2人のねインパクトで変なやつが揃った時の方が女子高生が困惑するっていう構図がね池のその感じですごい演技うまいの面白い、うんうんうん、一言ボソッとか言う、うん、なんかボケかと思ったけどねえなんかもっと伸ばしていけるそうするとなんかこの容姿にもリンクするしでなんか平場にも使えるよね平場に呼ばれた時もそのちょっと臭いセリフでなんかね文言めいたものを言うっていうのはすごく活かせると思うしめちゃくちゃいいよマジで
いや面白かったな。面白い。なんか恥ずかしい。知らなかったこと恥ずかしいわ。なんか今日よく眠れそうです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました、はい、今後 よくなっていきそうです。もしもし、はい、俺はフルーツバスケットで眠れねえけどでもそんな時間もありましたね。紹介は時計止めてください。時計止めろ。時計寝られません。全ての真ん中にいるのよ。フレッシュ感はないもん。で一発目世に出たのは打たれた。どうしたらいいんだよこれやばいぞってなってます。マジでフェイクゴシップをずっと作り続けてて。ロットマン。ロットマン。あ、デニス・ロッドマン。マジ女子12学坊の人って関係持ったらマジですよ。本当に本当にこれはノーマルチョコさん。どうかわいいガーマルチョバだ。そうか、すいません、喋れないです。ガーマルチョバさんはしくじり学園から大切なお知らせ。じゃあですね、はい、しくじり放送室なやってきたんですけど、はい、今回ちょっとしくじり先生のスピンオフで夏にちょっとイベントをやることになりまして。おー、すごい。テレ朝の夏祭りで、うん、アリーナあるじゃないですか、はいはいはい、ヒルズの、うん、あそこでイベントやるんですけど。すげえ。なんでですかそのどんなことやりたいですか。敗者復活とかやると思うし。あ、そうですそうです。敗者復活で、はい、何でもいいですか。何でもいいです。決まってないです。カラオケ大会じゃあカラオケ大会やります。輝け芸人カラオケ大会。あ、なるほど。あ、なるほど。ガチのやつとかやって面白いかもしれない。あ、変なツッコミとか一切なしで紹介しては歌い紹介しては歌い。ああ、いい。カラオケね、うん、でちょっとこの普段のしくじり放送室のトークではなくて、うん、なんかイベントを企画してやろうかなと思ってる。企画的な三本勝負みたいな。あ、三本勝負。じゃあ三本勝負カラオケ大会。カラオケ大会めっちゃいい。あ、いいね。あ、じゃあカラオケ大会。カラオケ大会こんなすぐ決まるもんなんね。のど自慢の芸人たち大集結で。いいね。ね、見たい。聞きたいよ。はい。じゃあちょっと告知のコメントをいただきますんで。はい。ちなみに8月16日にあります。あ、なるほど。はい。はいはいはい。これを。あ、これは。はい。しくじり放送室になってるところはちょっと変えてもらって大丈夫です。マジですか。いや、わかんないですよ。いいですか。はい、8月16日に六本木ヒルズアリーナの方でカラオケ大会をやることが決定いたしました。詳細はテレビ朝日サマーステーションホームページをご覧ください。他のことやった方がいいっすよ。ネタはやろうよ。あそこ空用の場所でしょ。カラオケ用の場所じゃないのよ。というわけでカラオケ大会ではありませんが RPMC のプレミアムお笑いライブ開催決定。その名もしくじり先生プレゼンツ夏だ祭りだお笑いライブだ、アルピー VS お笑いスーパーヒーローズ、平子が倒しておきたい5組の芸人たち。この夏アルピーと5組のお笑いスーパーヒーローが六本木ヒルズアリーナで激突。出演者はザ・マミー、ジェラードン、四千頭身、トンツカタン、ストレッチーズ。平子が今のうちに倒しておきたい若手たちと一日限りの熾烈なお笑いバトルを繰り広げる。詳細はしくじり先生サマステで検索。今年は六本木ヒルズアリーナであっちい夏を過ごそうぜ。